とどまらず、いろんな面で、障害学習とか地域活動、またボランティア活動など、いろんな面で町の再生に関する包括連携協定を結ぶことによって、より一層連携活動ができると期待をしているところであります。そういった地域の活性化、そういったものが図れるということが、まあ、学生にとっても非常に有益であるし、こういったことは決して教室の中ではできないわけです。そういった意味でですね、こういった協定を結ばせていただいて、この藤川町をですね、私たちの学生の、まあ、教育の場として使わせていただけるということは我々にとっても非常に嬉しいです。はい、にこやかにお願いいたします。はい、もう一枚指定させていただきます。ありがとうございます。ゆずぽんが結構一回したくて、特に、はい、すいません。これが、僕の水なので、こっちがダメとと、あとこのダメとも、これがミネストローネで、あ、これの周りこんにちは。私たちは今日、藤川町の郷土料理のミミを活用した新メニューの試食会を行いました。用意したミミ料理はあっという間になくなり大盛況でした。これからも商品化に向けて頑張ります。頑張ります。頑張ります。